こんにちは。私、もちの、京子、中学生だよ。死んだおじいちゃんが残してくれた、もち空模型店、ていう模型屋さんのお手伝いをしてるよ。やることがたくさんあって、もう毎日大忙し。だけど同時に、とっても楽しいんだ。だって、大好きなプラモデルやフィギュアに囲まれて、働けるんだもん。特に私はこのガンプラが大好きなの。すっごいかっこいいでしょ。このかっこよさをみんなに知ってもらって、たくさんのお客さんに買ってもらうことが私の幸せなのよ。ガンプラは私にとって命なの。こら、もち子。わ、お母さん？お店の手伝いはほどほどにしなさいって言ったでしょ。あなた、この前の期末テストも0点ばっかりだったじゃない。いい加減、勉強に力を入れてちょうだい。うん、理科は5点取ったよ。それが最高点でしょ。このままじゃどこの高校にも行けないわよ。うん、うるさいな。なんですって？私、高校行かない。卒業したらこのお店に就職するから。お店のオーナーは私です。認めません。高校へは行きなさい。もともとおじいちゃんのお店なのに、なんでお母さんが偉そうにするのよ。嫌い。バカ、鬼ババ。バカはあなたでしょ。レイテン娘、いいから帰って勉強しなさい。いやよ、今日は売り切れだった。超かっこいい限定もののガンプラが再入荷したのよ。きっと常連さんが噂を聞きつけて来てくれるわ。私が対応しなきゃ。誰が対応するのよ。私がします。あなたは帰りなさい。いやよ、お母さんなんてほとんどお店に入ったことないし、ガンダムのことなんて全然知らないじゃん。知らなくても品物を並べたり売ったりくらいはできます。いいから帰って勉強しなさい。やだやだやだ、それじゃお客さんにもガンダムにも失礼よ。いいから帰りなさい。いやよ。どうしたの、もち子？胸が苦しい。もち子、もち子、しっかりしなさい、もち子。苦しい。う、バタン、キュ。もち子、もち子、今、救急車を呼ぶわ、しっかりして。娘さんは、急性胸痛いしにます病ですな。それはどんな病気なんですか、先生？急に胸が痛くなって、放っておけば死ぬ病気ですね。死ぬなんて、娘は、京子は助からないんですか？3時間以内に手術をして成功すれば、助かるかもしれませんが、この病気の手術は難しくてね、世界中でできる人間は10人もいないでしょう。そんな、手術を担当できる先生は、近くにいらっしゃらないんでしょうか？いや、いますよ。私です。私なら必ず成功させてみせますよ。先生が、よかった。どうぞよろしくお願いいたします。3000万円いただきましょう。そんなに？さっきも言ったように非常に難しい、高度な手術でね。お母さん、良いサービスにはそれなりの値段が伴うものですよ。でも、うちは私が小さな模型店を経営しているだけの、一人親家庭で。3000万円なんてとても用意できませんわ。嫌ならいいんです。娘さんは死にますかね。そんな、私は慈善家じゃないんですよ。もらうものをもらわないと仕事はできませんね。模型店を経営されてると言いましたね。立派な資産をお持ちだ。でもあの店は父が残してくれた大切な店で、娘にとってもかけがえのない宝物なんです。宝物ですか？そうですか。で、娘さんの命とどっちが大切なんですか？あくまめ。ふふふ、あくまで結構。私だったらどんな財産も娘の命には変えられないと思いますがね。3000万円、安いもんじゃないですか。ええ。わかりました。お店を売ってお金を作ります。多分それだけでは足りないと思いますけど、足りない分は私が一生かけても働いてお支払いいたしますわ。よし、決まりだ。時間がない。30分後には手術をします。お母さんは待合室で待っていてください。待ってください。少しだけでいいので、手術前に娘と話せませんか？まあいいでしょう。ただし5分だけです。
母さん。もち子、これから手術をすることになったわ。手術？私の体、そんなに悪いの？うん。難しい病気みたいだけど。でも大丈夫。手術をすれば必ず助かるってお医者様が言ってたわ。そう。お母さん、私、手術頑張るよ。早く良くなって、またお店に入りたいの。お母さんはあまりお店に顔を出さないから知らないかもしれないけど、私のことを待っているお客さんがたくさんいるのよ。もち子、お店はもう、うん、何でもないわ。そうね、頑張りましょうね。うん。それじゃあね、手術が終わったらまた会いましょうね。うん、お母さん。胸部を切開するメス。鉗子、強心剤を 100mg、 人工心肺を用意。思った以上に重症だな。だが、私ならいける。キシロカイン 200mg、 ガーゼ、メス。大動脈を一旦すべて切除する。その後、静脈も切除する。ノコギリ、早く、5秒で脳髄をすべて取り替えるぞ。サワン、切除、肛門よりモルヒネを注入。腫瘍は一つ残らずレーザーで焼き切る。病巣が大きすぎて気管を圧迫してるな。酸素吸入停止、肺を摘出し、エラ呼吸に切り替える。頼む、体力持ってくれ。生きろよ、絶対に助けてやるからな。お母さん、目が覚めたのね、もち子。手術は成功したそうよ。もう大丈夫、2週間ほどで退院できるって。そう、よかった。よく頑張ったわね、もち子。うん、私、夢を見てたの。ガンダムのパイロットになって戦っていたのよ。そう、よく頑張ったわ。これでお店に戻れるね。早くお店に出たいな。もち子、そのことなんだけど。ビジネスに来ましたよ、お母さん。先生。さあ、手術も終わったことだし、売るものを売ってお金を作ってくれませんかね。わかりましたわ。これからお店を売却する手続きに入ります。店を売る？勘違いしてもらっちゃ困る。私が売ってほしいのはガンプラですよ。なかなか手に入らない VZG という限定モデルがお宅のお店に入荷したそうでね。このあたりは娘さんの方が詳しいかな、もち子ちゃん。うん、メスオさん、10体だけだけど今日入ったんだ。そうかい。それじゃあ後でお店に行くからキープしておいてくれよ。代金はそうだな、キープ料を含めて3000万円だそう。オーナーさん、売ってくれるね。先生、あなたは？ふふふ、あの店を大切に思っているのはあなたやもち子ちゃんだけじゃないってことですよ。常連客にとっても、もち空も経典がなくなったら困るんでね。先生。